マグマだ。明るいと思ったら。お、ここはあれ、マグマもあると明るいんですね。明るいですね、はい。すげえ、源泉を立つと立つと消えるんですね。はい、はあ、バケツの水かけてもいいですか。じゃあ、あ、大丈夫ですよ。はい、お願いします。どりゃどりゃ、あれ多分あの上の石とかにやらないと回収よいしょ。そっち気をつけてくださいね。まだ溶岩があるんで。本当だ。なんもねえか。ダイヤとかあるかなと思ったんですけどね。サクサキ言ってんのはマッツさん？マッツさんは先行っちゃいました。とりあえずあの溶岩と水を止めるべく。これまだ行き止まらないですね。すごいな、はい、大量の、まさに鉱山だ。はい。あれ、リプネはどこにいるの？リプネはあれだよ、あの、ルーさんちと、ルーさんちが通った道で、いろいろ見つけつつ、掘りつつ。なるほど。あと、追いかけてる感じを。了解です。演出しています。レベル17になりました。石炭も大量っすね。よいしょ。ルーさん、こちらに。はい。鉄が。鉄。追いついた。早い。うん。お腹が空いた。帰れるかしら。どこにいるかわかんないですけど、俺ん今俺がどこにいるかわかんないです。この先は行き止まりですか？まだ途中で引き返してきたから、ルーさんに進んでもらおうと思って。行き止まりっぽいですけどね。行きましょう。そのままその先、この先ですね。あ、行き止まりですね。あ、行き止まりだ。はい、石炭がありました。石炭、うん、これ広いには広いんだけどって感じか。うん、モンスターもそこまでやっぱわかんね。うん、多分うちらがいるこの層よりも多分上の階層で湧いてるんだよね。なるほど。うん、全然潰しきれてないから。なんもねえか。やば、どうしたの？
よいしょ。動かなかった。はい、ルーさん。何ですか？あ、はい。先へ一旦戻って別ルートへ行きましょう。別ルート。こっちか。はい。あっちですね。わあ、リプチャーの中に入っちゃった。どっちですか？こっち？重なってる。こっちか。はい、そっちです。あ、外が見えます。多分表示幕だと思う。うん。あ、本当だ。外ではなかった。表示幕ですね。あ、この下もいけるのか。そう、上もあるし、奥もあるし、参ったな。今だからそこの下とそこの後ろと正面とこっち側だよね。こっち行ってみっか。はい、じゃあまずそっちから行きましょう。そろそろ松明作んないといけないかもな、俺も。よっ、木の棒。何？マツさんがめっちゃ面白い動き見てた。よし、オッケー。60個に復活。おっ、でしょう。慣れたもんですよ、まあ。ここは何だ？あれ、上ん？あれ、ゾウさんの声がするよ。ゾウさんか。ゾウさん、そこはね、多分ね、左松明だから、多分俺が潰してきたとこかな。なるほど。うん。あれ、行き止まり？いや、まだ行けますね。おっと、下へ続く道が。下に行く道が、ここはなし。石炭。上もあるな、なんだこれ。うん、大変だ、広大だぞこの冒険は。取れ高すごいぞ。とてつもなく広いですよね。戦闘もあり、よいしょ。あ、ルーさんが下行ってる。うん、下に続く道がね、あるのよ。よいしょ。経験値もすげえ稼げるし、なんと素晴らしい。てか石のつるはしが全部なくなった。もう鉄しかない。つるはしで作れないですもんね、作業台がない。 ありますよ、作業台持ってきてます。あ、マジっすか。はい、石のつるはし作ろう。
ちょっと待ってくださいね。はい。今、この上の石炭取ってるんで。どうぞ。よいしょ。石のつるはし3個。鉄の、あ、ルーさん、持てなくないですか？なんで持てないんだろう。インベントリーがいっぱいで。なんでいっぱいになっちゃったんだろう。何が入ってるんですか？なんでいっぱいになっちゃったのかしら。歌詞の苗木とか意味わかんないの持ってますね。ああ、そういうのはあれですね。捨てた方が、もしあれだったら、ちょっと待ってくださいね。これ作業台俺持ってっていいですか？じゃあ作業台ですか？あ、どうぞ、いいですよ。よいしょ。もういらないのは捨てていってくれて大丈夫です。はい。あ、そっか、石炭がすごい埋まったんだ。なるほど。はい。石炭はですね、鉄ももう少しで、はい、石炭ブロックっていうのにできるんです。石炭ブロック、あ、これか。石炭、はい、石炭9個で1個にできるので、はい、インベントリーをパンクしてるときは石炭が、はい、でブロックにしていただいて、まあ後で分解することもできるので。おお、できた。だいぶ軽くなりました。それでだいぶインベントリー開くと思います。はい、すごい。はい、で鉄のつるはしとかは大丈夫ですか？大丈夫です。鉄のツルハシは3個、え ?3 個持ってます。あ、了解です。よし。よし。ごめん。わ、ザトじゃないのよ。よ、大丈夫よ。え、もう下は大丈夫ですか？いや、ダメです。まだ石炭を掘ってる途中です。はい。ほんとすごい冒険になったな、これ。大冒険ですね。ハラハラドキドキアドベンチャーだよ。すげえ石炭があんな、これ。とんでもない量石炭があります。よいしょ。本当がいっぱいありますね。青い石がある。お、青い石がありますよ。なんすかこれ。あ、それはですね、ラピスラズリといって、これも鉄のツルハシじゃないとダメなんですか？どうだったっけかな。まあ安全策を考えれば鉄ですね。了解です。わほーい。それはですね、今後経験値あるじゃないですか。はい。経験値を使用するときにそれも使用します。経験値を使用するときにこれを使用する。はいはい。前に言ってた
かこう鉄のツルハシとかに、はい、特殊効果をつけるときに自分のレベルとこのラピスラズリっていう鉱石が必要になるんですよ。でその両方を消費することによってその今持ってる鉄のツルハシとかに特殊効果がつけられるようになります。まあそれ専用の道具がいるんですけど、なぜ？ん？金。はい。金。いや、2個取ってたんだけど、2個だったらルーさんもに持っててもらった方がいいかな。ああ。なんかすっごい、うん、わかる。うん。どこ下？ね？何の音ですか？なんか音がしますか？あ、ここ行き道だったんだ。うん。どこだじゃあ。上？いや、上だね。上か。あ、なんか。チャイムが鳴ってる。チャイム？はい。なんか高い？うん、多分5時のチャイムです。あ、なるほど、そういうことか。マツさんはどこですか？うん？で、はいはい。いました？いなかった。音はしなかった。じゃあ横ですかね、多分。多分こっち側だ。あれ、でもこっちに来ると音がするな。なんすかね。はい、ちょっとここをブランチマンニング風に進んでみたいと思います。はい。あ、進めないけど、この先に何かが見える。痛い。どこですか？みんなどこですか？あー、リプちゃんがいた。うん。拙者、後ろから撃たれたでござるよ。誰だ？誰かこの中に裏切り者がいる。違うか。はい、私とルーさんは今、同じ場所にいらっしゃいます。いらっしゃいますね。うん、後ろからペチーンって撃たれたんだよな。ということは、スケルトゥーンがいるってことですか？はい。うん、音がね、ちょっと判別しにくいかな。しにくい。うん。ゾンビさんがまだいる。聞こえなくなった、スケルトンの音が。ゾンビの声はどう？まだする？音はする。するか。よし、ちょっと一回閉めるか。はい、まだまだ続くよ。はい。